ございます。ですね、今どこ来てるかって言ったら六本アイランドのフェリー乗り場ですね。今サンフラワーに今から乗ろうと思っております。今回はレモンちゃんもですね、一緒に乗っていきます。でかいですねサンフラワー。みんな乗船待ちでですね、こんな状態でございます。今回の目的はですね、大分県の中津に行ってですね、唐揚げを食いたいなと思ってですね、行こうと思っております。あとですね、船の中のですね、取材もしたいと思っております。どんな船かっていうのですね、僕も久々の船旅なんでですね、興味津々でございます。今回個室を借りましたというかスタンダードですけど、個室を借りましたっていう感じでございます。はい、今回の船はサンフラワーのパールという船です。後でちょっと調べておこうと思ってます。薄曇りの夕方っていう感じです。今6時ぐらいですね。はい、それではインコバッグに入れて今回は船内に持っていこうと思います。はい、こんな感じでございます。行ってまいります。これ和宿ですね、ちょっと上の階になります。はい、はい、何階段で行くしかない。エレベーターちょっと遠くなります。あ、じゃあ階段に行くわ。はい、おお、暗くてわかんない。おいしょ。狭い。はい、シングルスタンダードってやつをですね、予約して入ってきました。思ったより小さいですね。もうちょっとワンルームじゃない、ホテルのシングルルームぐらいあるのかなと思うとだいぶ小さいですね。はい、まあベッドがこれぐらいの大きさです。はい、で普通に布団と、ナイトウェアとタオルと歯ブラシがあって、こっちが洗面台があって、まあ、ハンドソープと、コップが置いてあるという感じです。もう自転車をこうやって入れちゃったのでですね、これ今あの後輪外してない状況 で前輪だけ外してリンコバッグに入れちゃってるんでキツキツですね、これで。はい、で、まあ、上の方これどうなってるのかな。で、こちらですね、スリッパが一つだけあって、あとは椅子とテーブルという感じです。まあ普通にこう大浴場とかあるんで、お風呂は大浴場行けという感じですかね。あとトイレも外についてるという感じのお部屋になっております。でちょっと外行ってみましょうか。6階で、展望の大浴場があるみたいですね。で5階とかにレストランとかショップとかそんな感じがあるみたいです。こっちは外出れるのかな、出れないのかな、フルオンリーになってますね。でとりあえず移動販売衣類がビールとかジュースとか、まあ、普通の値段で売られてるという感じでございます。でトイレとシャワーって書いてありますね。多分トイレがこんな感じでシャワーが2ブースぐらいあるのかな。夜のね、夕食がこれ20時30分までに終わらせろと。で、大分行きのお風呂は21時までに入れと、そんな感じで書かれております。ちょっとコロナの影響ですね。じゃあ下行ってみます。給湯室がありますね。なんかウォータークーラーと熱湯でご注意くださいと
というような感じでございます。ちょっと嬉しいですね。はい、はい、出発前です。やっぱり船旅いいな。はい、出港したんでですね、ここの旅に行きたいと思います。中はどんな感じなんですか？あ、これか、これこれか、あとカレーカルボナーラ。あー、なるほど。どんな感じ、弁当？いやいや、レストランの営業はこちらのメニューでやらせてもらってるんです。じゃあ、しようかしようか。あ、定食で。あ、はい。こちらでお召し上がりでしょうか。あ、そうします。重要な小物をですね、入れるには意外と便利ですよね。はい、はい、9時になりました。部屋に戻って、お風呂前て部屋に戻ってきております。氷だけ買ってきました。乗る前に買ってたブラックニッカのおじさんですね。ハイボール作りたいと思います。で、家に持ってきた炭酸水、こちらでハイボール作ります。はい、こんな感じ。じゃあ今日もお疲れ様でした。乾杯。YouTube の撮影できたりですね、割とラフな格好で入れたりですね、そんな感じでプライバシー空間を守れてるということで、まあいい感じじゃないかなと思います。はい、
はい、今朝の6時30分でございます。大塚に到着しました。こんな感じでございます。まだ自転車も組み立ててませんが、今から自転車組み立ててどこやろな、とりあえず別府の方に住みようと思ってます。はい、今乗ってきたサンフラワーがこんな感じ。